昨日の夜遅くにあった専門家会議の会見だったんですが、これ記者の質問がですね、解除に向けた数値目標を出すべきだと尾身さんおっしゃってましたよねと、なぜ出ないんですかというニュアンスだったんでしょう。これに対してこういう答えでした。つまりある程度数値のことも含めてこれは言うんだと、これは言ったということなのかもしれません。つまり目安ですから当然やる必要がある。つまり質問が数値目標を出すべきじゃないかという質問ですから当然やる必要がある、本当はやる必要があるんですよねと解釈してもいいと思うんですね。これ倉持さん、医師の立場からですね、この心情をどう読み解かれますか。はい、大阪の、モデルの方にちょっと戻って最初にお話しさせていただきたいんですけれども、2月3月4月5月今日までですね、医療現場では特に感染症指定病院の先生方、それから大学病院の先生方、それから基幹病院の先生方、そこからその中で患者さんと濃厚に接触しなければいけない看護師さんとかですね、コメディカルの方とかリハビリの方とかですね、医療従事者、とにかく2月3月4月5月とずっと患者さんが今までも大変だった中ですね、十分な検査もさせてもらえない状況でずっと我慢して一生懸命患者さんのためにやってるんですね。でそういった中で一方ではこう自由に外出して納得できないような理由で入院してくる患者さんもですね、自分の危険を冒して全力で介護してるんですね。中には家族に自分がそこで働いてるってことを言わない看護師さんもいると聞いてます。あるいは夜眠れずにも泣いてしまってるような方もいっぱいいるんですね、でそういう状況が一つあるということ、それから今度はサービス業だとか飲食業だとかですね、経営自体が成り立たなくなってもう動かなくなった方々が2月3月4月ってどんどん増えてるんですね、でそういった方が増えていて、患者さんでも私そういった方々と話をするんですけれども、やっぱり本当に現状に対して怒りを持ってるんですよ、でそういった怒りを少しでも和らげてくれるのがこういう大阪の具体的な数字でして、これが合ってるか合ってないかいいんですね、まずこういう目標をみんなで目指す目標を示していただけると、現場の方々もあるいは今自粛して経営ができない経営者の方々もですね、頑張ろうという気になるんですよ、それがこの専門家会議の方々はですね、いつも後回し、後から出します、いつ出すんだと、PCR 検査だって2ヶ月前からやっとくことでしょって、もう我々そういったことができない状況で現場で今戦ってるんですよ、ですから非常にこういった具体的案をですね、個別にもう出すんじゃなくてですね、もうそういうステージは終わったと思うんですね、日本が一致団結してもう感染者1万5000人いるんですよ。これがきちんとやらなければ1ヶ月後には10倍になってるんですから、そういう危機感を持って足並みを揃えてきちんと国がリーダーシップを取ってやらなきゃダメですよ、もう、と私は思います。なるほど、佐藤さんどうですか。つまりこれを見るとですね、専門家会議の専門家たちは出したかったけど政治が止めたんじゃないかという見方もできるかもしれない。いかがですか。私はそこの細部分かりません、ただやっぱりお医者さんの立場からすると今言われたように本当に家にも帰らずに命をかけて頑張ってる、そういう医療の現場からすると、やっぱりそういう目標っていうのは出してほしいという気持ちがあると思います、ただ、この番組でも前言ったかもしれませんけども、今の専門家会議の中にはですね、疫学とか公衆衛生の専門家いっぱいいても、現場のお医者さんの方って釜谷知事先生一人だけなんです、そういうこともあってなかなかね、そういう全体的なその雰囲気の中で数字を出そうというと、やっぱ現場が本当にないとですね、できないし、また今の中で経済の専門家、公衆衛生の専門家、あるいは公共性の専門家、あるいは機械の専門家いませんから、なかなかそういうの分、出しづらいという部分もあるのかもしれません、私はやはり尾身先生も実は専門会議の方に経済の専門家を入れてくるという要望もしているぐらいですから、なかなかこういう目標を出すときに医学的な見地だけではなく、いろんな観点の部分が多分必要なんだろうと思います、だから必要はあるんだけども、ただもしかしたら医学的な見地だけではなかなか出しづらい部分がありますから、そういう本当に、サービス業、飲食業、あるいは観光業の方はもう大変ですから、そういう部分も合わせた上で実はこの出口って出さないといけなくて、当面の自衛隊的にもう言うとですね、こういう作戦をやるときには
当面作戦と将来作戦をやるグループ分けるんですよ、うんうん、どうしても当面の人間とは目先のこと頑張りますから、はい、でやっぱり将来作戦の場合はそれに向けてやっぱり観点が違うし、うん、まあ、今言った違う公共政策とかあるいは違う経済専門家を入れるチームも必要になるでしょうから、うんうん、そういうものを入れてやっぱ出口の戦略っていう部分は作るっていうのは本当大事だと思って、うん、だから尾身先生に全部この負担を押し付けるっていうのは非常に、うん、かわいそうな感じも私します、ね、ただちょっとあの政権の官邸と各役所と専門家会議の図を出していただきます。この後に出す例えば後のやつですけどこれですね思うんですけど例えばアメリカなんかですね例えば専門家のファウチさんという責任者がいたらトランプさんが言ってももうそれに意にせずですね専門家としてはこう考えるんだってことを掲げるわけですね。でも日本の専門家はものすごくある種遠慮していて、うん、口にも出さずあとはまあ政治が判断することですからといって、うん、一体化しているように見えるわけですね。しかも専門家会議のメンバーからもですね経済のこともおもんばかったような発言も出てくる、まあ、こちらはこちらであのウイルス学としてやればいいというかですね医学の観点からやればいい、こちらもちろん政治判断あるでしょうけどもそこがどうも一体化することでですね不透明になったような気がするんですけど、やっぱり聞かれの観点からやっぱダメなんです。あ純粋にあの私もあのこの今言っておりますけども当面含めて、はい、通常やっぱり機械の観点から言うと A チーム B チーム必要なんです、うん、チームが1個だとどうしても政治に近くなっちゃうんです。あ A チーム B チームでそれぞれが自分分析して、うん、案を出して、うん、当然利点決定ありますから、うん、それを、案が一緒の場合もあれば別な場合もあるを決めるのはやっぱ指揮官なんです、うん、指揮官が本当にやっぱその利点決定を踏まえた上でじゃあこれをするとしないとチームが1個だとどうしても政治の方を向いてしまう部分がある。例えば尾身会長がですね実際にこの8割おじさんって言われる西浦先生のところに専門家会議の前に電話をして、うん、西浦先生の主張は全部取り入れること難しいかもしれないけど、うん、勘弁してくれよなということを電話すること自体がやっぱ間違ってるんです、うん、やっぱ言われたようにやっぱり専門家会議には純粋にその医療である医療チームとしての意見をやっぱ言わないと、うん、これやっぱ政治に近いと誤ってしまう、はい、だから通常は A チーム B チームと2つあればですね、うん、そこは違って逆に政治は専門会のせいにできませんから、うん、2つあると、うん、また政治判断として政治が責任を取るっていうチーム形を取るのが機械の観点からは非常に私はいいと思ってます、はい、この意思決定の方法も含めてですねさらに